通ゲリラ豪雨じゃないです。ああ普通に明け方まで降るタイプの。車じゃないの？いや、車じゃないの。あ、自分絶対乗れるなって。車の中ね。でもシャワー室あるからさ、着替えあれば、まあ一回リフレッシュはしていけるよ。まだ20代だから。そういえばまだ20代だから。でもっとおっさんに怒られる。そこの中に相手チームには30代もいるって。あ、そうなの。さっき何か言ってた。まあでも30代前半なら変わんないから。結構変わんないライン増える。40でもあんま変わんねえじゃないんだよ。いやー、アラフォーきついわ。アラフォーこの雨の中やってたら面白い。アラフォーでこの雨の中やってるなら、うん、逆に多分大丈夫な人なの。しないじゃんね、アラフォーで運動あんまり。行ってもジムぐらいで、ジムでランニングぐらいで。そしたらアラフォーでやってたらなかなか多分、いい感じに。トランプが下手くそすぎた。座れるとこねえのがきついな。うん、まあ、どうせ寝てるから関係ねえっちゃ関係ねえんだけど。いや、もうジャンプのってことでしょ。まあ、すごく屋根付きのベンチがあれば全部が収まる。でもなんか最近雨降りすぎじゃね。あんまやれねえのにやれるとき毎回雨降ってるイメージなんだけど。しかも外が特に外で絶対ですね。最近トイレあんまないからね。ないね。多分練習以外でここの人がここがいいのかどうかわかんないけど、練習人しかできんからね。名古屋から来てる人多いし。まあ、豊田川で練習してるのが大変そうだもん。なんか、ナイスだそうだ。名古屋から集まってるチームのイメージがあるから。トモヤが結構人連れてきてるからさ。うん。トモヤ関係で増やすの厳しいよね。絶対自分になるから。自分なんか、トモヤの後輩は。会社の後輩は。もう地元がずっとここ？うん。じゃああの辺の地元の友達連れてきてよ。あ、まあ地元って言ってるだけで、住んでたのは違うの？そんな長くない。小中違うの？小、あ、でも小6から高3まではいたね。あー、じゃあ小中の
小中だとトモヤとかぶってないでしょ。小中はかぶってないね。高校かぶってる。中学もうね、小中あたりはね、かぶってない。疎遠だよね。その辺り携帯持ってなかったし、もうその辺のやつとさ、小中サッカー部だったらさ、その辺のやつで人集めたくてさ、うん、なんか絶対手を出すまいと思ってた Facebook そろそろやろうかと思ってるぐらい。だってやれなさすぎじゃない？普通にないもんだよ、ほんと。そうそうそう、5人集まらないとバラやな。そうそうそう。だってできればさ、うん、10人集まっても練習相手、練習試合の相手いなくてもできるぐらいにしたいじゃん。いや前そうだったのにさ。そうだよね。そうそう、前その時結構あったのにさ。誰が抜けたの？え、結構いろいろ。抜けたら誰かを補充しないとあかんからね。なんならもう抜ける前から補充してる。抜けたっていうか、だってメンバーはいっぱいいるやん、バスのだけで。その辺のメンバーが来てたんだよ。ああ。でもメンバー20人ぐらいじゃない？そう、20人ぐらいだからさ、それで来れるのが結構いた。まあ、兄さんが毎回来てたもんね。兄でかかったしね。兄さん来てた関係でゆっこさんも結構来てた。ああ、そうだ。え？